はようございます。釣り子 TV です。とずらパラダムにやってきました。前回ね、最後に見つけたきっかけをもとにさらに新しいルアーとか試してみたいと思います。IK スピンジャーク、ベイトフィネスタックルで この前は MV のね6号っていう何でも投げれるちょっと強めの竿でやってたんですけども、今日はねこういう小型ミノープラスこのベイトフィネスのねリール用に MV の5号ね、ほんとね短くてね、これも釣り竿で50センチ以下の姉妹寸法になるんで、まあたまにねこの釣り目をキュッキュッと締めてやって使うと安心、ね、
継ぎ目が中途半端な状態でキャストとか、あとは根がかり煽ったりとか、なんだろうな、変な負荷をかけるとこういう竿ってすぐ折れちゃうんで。たまに継ぎをこうキュッキュッとね入れてやる。名物がいいんだよ。あ、バスが見てる。3匹ぐらいね、ちびバスがいるんですけど、さすがにちょっとこの距離じゃ食わなそうだな。ここに引っ掛けて虫っぽくやったら、みんなどっかに旅立っていった。来たんよ。よいしょ、ちびちゃん。丸のみから一本外れ。はい、アイケージャーク来ましたよ。ね、カルカッターコンクエストの BFS。ね、やっぱこういう軽いの投げるのってなると、まあこういうタックルが便利ですよね。はい。新しく出たね、今カツの IK スピンジャーク、ね、こんなルアーに春バス来てくれましたよ。タックルはね、カルカッタコンクエストの BFS ね、これでちょっと軽めのルアーを投げてヒット、ね、針がね、いい針がついてるからバシッとかかる。春のこんな坊主の枯れにAK スピンジャークいいんじゃないか。大物も釣れそうですけどね。じゃあ逃がします。で、こんな感じでベイトフィネスタックルでカルカッタコンクエストのね BFS なんですけども、4グラムぐらいのやつでもね、バックラッシュなく快適に投げれております。
がにこの手の4グラム前後で、ね、5グラム前後のをこうちょいちょい投げるのにはこれね使いやすいですね。BF です。これこの前来た時も釣れたところだよな。うん、魚が寄りやすいな。水深があって今日もちょっと増水したんですけど、まあ、増水しても減水しても追従して駆け上がりにつけるから結構コバスもお気に入りだろうし、もしかしたらちょっとサイズのいいやつもね待機してるかもしれないんで。続く。